おっそら勇者。ちょっと深夜にジュース買いにコンビニ行ったんだけど、とんでもねえ化け物がいたわ。で、まあ、早速買っちゃったわけなんだけど、半額のコーナーかなと思って買ったら、そんなに安くなってなかった。騙された。まあいいか。とにかくこのベビースターの化け物、開封していこうか。でかい。でかすぎて、カメラの枠に収まんないよ。運が良ければ袋の中に大当たり券が入ってると。ベビースターサーバー。なるほどね。いろいろと入ってるわけだよね。8種類。ほう。今は亡き、先代のベビースターの黄色い子。まあ、せっかくだから裏面もと。当たり券か。当たり券はなんか、この袋の中に小袋じゃないとこに入ってるらしいよ。さあ、開けていこうか。つかみね。さあ、どうだ。この中には入ってなし。うわ、古っ。懐かしい。懐かしいのか。もはや懐かしいかどうかもわからない。普通のやつのミニと。あ、そうか。まとまってるやつか。テーブル白。すごい。なかなか挑戦的なやつだもんね。そして、よいしょ。あー、そういえばこういうのもあるよね。ピッツァ。ピッツァ味。チョコー。ピーちゃんっていうの。違う。ビーちゃん。ベイちゃん。あ、そっか。ベイビーってことか。うん。なるほどね。香り溢れるちょっぴりビターなショコラ味よって言われてもなる。よいしょ。はい、外した。そして、キャラシマヨネーズと。なるほどね。キャラシマヨネーズ、いいんじゃないかお。どれか食べようかな。じゃあ食べていこうかお。どうしようかな。昔チキンからいこうか。ベビースターラーメン、チキン入りかし。そのまま食べてくださいね。はい。てか、よく見るとキャラクター違かったんだね。ってことは、今のが3代目ってことか、あのチャラチャラしたのが。ピントマン、よし。お子様のおやつに、ご主人のビールのおつまみに、そのままお召し上がりください。このまま食べられるラーメン風のお菓子です。機械で自動的にカットしてありますので、安心してお召し上がりいただけます。まる。なんだと。ほう。食べてみよう。まあ、いつも通り。ピンとピン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 パン。すごいよ、これ。ポリポリしてる。ポリポリしてるわ。チキン味でポリポリしてるわ。みんなの予想通り。まあ、だいたいいつもの味だね。これ他の、こっちと食べ比べてみないと。食っちゃうか。鼻に入った。割と1個でも結構お腹いっぱいになっちゃったんだけど。いや、でもまあせっかくだから、この昔のと今のを食べ比べてみるわ。どっちこい。いつも楽しいプレゼント。なるほどね。あ、柔らかい。あ、ほんのりさっきのより、ピントマン？ほんのりさっきのよりは、細い。ほんのりね。細いからかと思ったら、細いだけじゃなくて、なんか、食感と味付けが微妙に違う。なんか、なんだろう、昔の方が、本当にチキンラーメンかじってるみたいで、パンチがあったわね。こんなに入った。すごいボリュームだろうね。なんか他のポテチとかよくお腹いっぱいになるんじゃないかを。
うん。まあでもせっかくだから。ベビースターラーメンもらおう。もう行こう。ラーメンもらおう。よいしょ。ベビースターラーメンティキンが食べやすい一口サイズになりましたと。まる。いつでもどこでもお手頃の食べきりサイズですと。こう。よいしょ。にしてもこの、細長いやつと丸いやつ、そして通常。なかなか忙しいよね、ベビースターと。硬いよ、これ。これ。よし。ピンとまん、よし。うん、丸いんだ。バラバラになってないから食べやすいんだ。これはいいね。鼻に入らないもん。うん。なんか気のせいか味付けもやっぱなんか違うよね。こっちの方がさっき食べたチキンミニオか。甘い。うん。ふふ。まあ、とりあえず動画的には一つにまとめるんだけど、日にち的には分けようかな。あ、というか、よいしょ。ピットマン。よし。昔チキンもチキンミニも、さっき食べたラーメン丸も、全部 23g 統一なんだよね。なんか、チキン丸に関しては、減ってんのか増えてんのかしてるかと思ったんだけど、すごい、同じものなんだよね、三つとも。さて、日を改めてお腹がペコちゃんだから、いけるよね。じゃあ、ベビーストーン、どれかい食べやすい幅広めラーメンティキン、パリッサクッ、新クリスピー食券のやつを食べていこうか。食券クリスピーで軽い食券、びっくり。パリッサクッと軽い食感が楽しい幅広めスナックです、丸。イラストはイメージです、丸。香ばしいチキン味、びっくり。麺にチキンスープの旨味を練り込んだ、香り高く味わい深いチキン味になりました。ほう。開けにくい場合は縦方向にお開けください。切り口で手を切らないように。こんな切り口で手切るやつはいいのかよ。切れるかもしれない。あ、しゅう。やむけちゃったよ。おお、すごい。この、よいしょ。なんかこれ、偶然か、偶然か、こいつが長いな、偶然か。よし。こうね、20両、こっち、角度が。案外うまくいかない。20路線で、交わらかすことによって、この、なんだっけ、理科の、物理、違う、数学に、デオキシス、デオキシリボカスクさん、違うな、これ違う、デオキシス、もうわかんないよ、勉強わかんない。これまた味付けが違う感じだよね。いや、でもほんと、こうなってると、すごく食べやすいスのお土産はハイジのグッズ。さて、お次はと、どうしようかな。でかいのは辛いかな。いや、でかと、しちょ。いや、でもこいつは、デザートだからな。デザート。でもこっちにもデザートがあるしな。焼きそばも、おやつみたいなもんだからな。ってことは、つまりピッツァだね。よし。ベビースターどれかい食べやすい幅広めラーメン風のピッツァ味。冬に美味しい、トマトソース風味のピザ味びっくり。ゴンドリエベイちゃん。なんだと。つまんでパリッポリ。メンストラック。びっくり。ポークやガーリックの旨味を効かせた生地をサラミ感覚のあるトマトソース風味のタレで仕上げたどれかいラーメン冬のピザ味ですまる。ほう。食べてみよう。さん。よし。
ほう。あん。あ、ちょっと。やめて、やめて、やめて。あ、まったく、悪い子だ。なんだろう。この、バビストルからこういう味が来るのびっくりするわね。あの、美味しい、まずいとかの話じゃなくてびっくりしたわ、今。うん。うん。あの、なんだっけ。ピザポテト。ピザポテトの、少し、味をトマト風味に寄せた感じの、ベビースターって感じ？うん。作ってるとこ一緒だっけ？違うか。結構、味が似てる感じだもんな。うん。ボナペティ！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 すごくボナペティ！ボナペティ！ボナペティ！ピザってどこ発祥だったっけ？まあ、とにかく、ボナペティみたいな、ボナペティ的な、ボナペティ、ボナペティ、ちなみに酔っ払ってないよ。もう結構お腹いっぱいになってきちゃったな。どうしようかな。じゃあ、そうだな。お手つきは、お手つきは現金だからな。こいつだ！ビビスト、焼きそば、辛子マヨネーズ風、期間限定。ほう。ジュージュー、焼けたソースのコクと、たっぷり効かせた辛子マヨネーズの風味をお楽しみください。まるる。大将、ブレイちゃん。結構、食を転々となされてるんだろうね。なるほどね。じゃあ、行こう。おやつカンパニー！よし。あ、ばらけてるんだおね。あ、ばらけてるとは何だったのか。やむい。やっぱばらけてたわね。落っこちしちゃった。やむい。黒島マヨネーズ。ってほど。いや、でも、マヨネーズの、にゃめらかさ。にゃめらかさが、来てんのかな。辛子感はほぼないよね。風味ぐらい。で、甘めのソースと相まって、なかなかに。やむい。さて、残すところはあと二つと。まあ、ちょっと日を明けすぎて、ね、他の味が思い出せないから比較動画にはならなかったんだけど、まあいいか。さあ、行こうか。ブレビーストル、ジョジェカイラーメン、期間限定、メポーストロップ味と、メポーの優しい甘みと爽やかな香りが漂う、メンスナックマルト。キャナダ、ケベック州産メポーストロップ使用。ほう。0.13%。多いのか少ないのか。少ないのか少ないのか。パリジャン、ブレイジャン。なるほどね。さっくりとした生地にメープルシロップを練り込んだ深いコクのあるどでかいラーメンです、マルト。甘くて香り豊かな味わいをお楽しみください、マルト。なるほどね。よし、行こうか。あ、よし、いいぞ。ああ、まあ、いい。甘い香りがするわ。よいしょ。なるほどね。これは。美味しいとかまずいじゃなくて、違和感。
なんだろう。ワッフォーの味がするかもしれない。あの、メープル味のワッフォー食べてるんだけど、食感が、ベビースターどでかいラーメン。うん。不思議な感じがするわ。うん。不思議、秘密のアッコちゃん違う。ショコラベビースター。ついに最後の一個だもね。香り溢れる店長、ピルビターなショコラ味よと、まる。パリジェンのブリーちゃん。ブリーちゃんの妹です。彼女じゃなかったのか。ベイちゃんの妹です、まる。ビーちゃんという名前なの、まる。おしゃれでしょう、まる。って言われてもな。うん、うん。ていうか、今更紹介？そんな、ゴーダタケシの妹だからジャイコです。おしゃれな名前でしょ、的な感じになってるわ。なお、ジャイコ本名実はちゃんとあるんだけど、諸事情により公開されなかったんだろうね。ググれば出るんだっけ？よいしょ。香り溢れるしょっぷりビターの先書いてあったじゃん。ひゅー、行こうか。最後だ。最後のラストのファイナルのエンディング。ウェイウェイ。よし。お、すごい。ちょっと軽いトゥーに見える。ピットマン？カリン様。カリンさん。そうかそうか。カリン島に見えるだけで、ショコラだよね。これは。ショコラってチョコじゃないの？ココア？いや、チョコかな。あの、ケロッグのシリーズの、あの、チョコアの前のチョコくんが、ん？ゾウのやつだっけ？ん？あれ？あの、丸いっていうかなんか、こうちっちゃい、あのチョコのやつ？チョコアじゃない方のちっちゃいチョコのやつの味がする。うん。多分。うん。ショコラの魔法だよね。うん。なかなか良き。さて。あん、落っこちしちゃった。お腹の上に落っことしたのを取ろうとして、全部ひっくり返しちゃったけど、3秒ルールで吸ったよ。さて、ついに全部食べ干したんだけど、食べ干す？まあいいか。そうだな。オラの記憶を遡ると、一番、ふらふらする。よし。一番グッテストだったのは、これ結構好きだった気がする。なんか味ガツンしてて。うん。昔チキン、みんなはどれが好きなんだろう。ちゅうわけで、チャオ。